ではチルノ防衛大臣への質問を受け付けます。今回迎撃ミサイルと間違えてフローズンヨーグルトを4万個日本海沿岸に配備してしまったということですが、なぜこのようなミスが発生したと考えますか？大臣の意見を伺いたいです。あたいは、ヨーグルトの味に関して配置後が思考だと思うわよ。大臣、フローズンヨーグルトの配備に関してなのですが。ああそうだ。とちおとめ以外は断じて認めないという政策を打とうと思うわ。フローズン。あたい的には、日本のイチゴがやっぱり一番だと思うわ。以上で質問の時間を終わります。なんだこの防衛大臣。さすがは防衛大臣。隙のない会見でしたね。隙がないとかの話じゃない気がするが。さて今回は、政党と世論に関する話だぜ。あとメディアの話もするぜ。まずは政党の話からだぜ。自民、公明、立憲民主とか色々政党はあるけどあいつらって何してるの？なんか選挙のたびに、キャラーうるさくて仕方ないんだけど。まあそう言ってやるなって、あいつらは基本的には同じ政治的考えを持った人たちの集まりなんだぜ。でもさ、そもそも政党がなんで必要なのさ？一つの考え方を持つ人が集まるということは、その考えを持っている市民の意見を集めて代表するということなのぜ。間接民主制においては政党は、効率的に意見をまとめるのに役立つのぜ。思った通りだ。嘘つくな。政党は自身が掲げる理想を訴え、人々の支持を獲得し、選挙で議席を争うぜ。なるべく多くの議席を獲得することを目指して、政権を獲得するというのが最終的なゴールだぜ。エクスカリバーを獲得するなんて夢があるわね。政権じゃなくて政権だわバカ。こういう政党が中心となって物事を話す政治を政党政治というぜ。中には政党に属さないで議員を目指す人もいるけどメジャーじゃないわよね。そうね。あ、こういう政党に所属していない候補者を無所属候補者というぜ。みんな覚えておいてね。国会議員とかも基本的に政党に属しているんだけど、内閣も政権を取った政党の人間が中心で組むから、これも覚えておいてね。こういうのを政党内閣というぜ。ちなみに霊夢鎮、与党、野党は知ってるよね。私は甘党に属してるわ。いや、聞いてないんですが。与党、野党、かりん党、バカ野郎。いやそうじゃなくて、与党というのは内閣を組織していて、一般的に議会で多数派の党のことだぜ。逆に野党は政権を担当していない党のことだぜ。要はのライムか。この言い方はよせ。今は自民党と公明党の連立政権が与党ね。ちなみに連立政権っていうのは2つ以上の異なる党が手を組みできる政権みたいなイメージだぜ。野党といえば、やっぱり立憲民主党とかかしらね。そうね。野党の中で一番勢力があるのが立憲民主党だからね。ちなみに一番勢力がある野党を第一野党と言ったりするぜ。一番強いのライム。だからそういう言い方はよくありません。さて、基本的にどの先進国にも政党はたくさんあるんだけど、政党がある状態っていうのは、基本は二党制と多党制という状態に分けられるぜ。多党制、私こっちの方が好きだわ。お前は甘いものから一回離れろ。多党制だよ。多党制じゃないよ。糖尿病になっちゃうよそんな党。二党制っていうのは、3つの大きな党が政権を争ってる状態のことを言うわ。アメリカなんかが二党制ね。共和党と民主党が二大政党だわよ。ちなみに今のバイデン政権は民主党の政権だぜ。バイデン政権電気タイプと見た。別に電気タイプじゃないぜ。え、じゃあ何タイプ？知らんわそんなもん。そんで多党制の方は有力な党が3つ以上ある状態のことを言うぜ。イタリアがこの例ね。ちなみに、二党制の方が多党制よりも政局が安定しやすいぜ。まあ、ライバルがたくさんいると安定はしないわね。日本は多党制、二党制のどっちなの？まあ、日本は事実上、現連立政権一強って感じだから、どっちにも当てはまんない感じだと思うぜ。なるほどねー。さて、次はメディアとか世論の話をするぜ。世論は世論とも呼び、早い話が国民の多くの人々の意見のことだぜ。政党は世論にある程度耳を傾けて、国民が何を望んでいるかを知り、これは政策に反映されるぜ。まあというのはあくまで理想で、国民の意向を無視した政治っていうのは、結構行われていたりするぜ。まあ、理想と現実はある程度違うわよね。さてこの世論の形成に大きく関わっているものがあって、これを紹介しないといけないぜ。マスメディアね。マスメディアはテレビや新聞などが具体的な例ね。世論の形成に大きな役割を持つことから、マスメディアの影響力はかなり大きいもので、司法権、立法権、行政権に次ぐ、第四の権力と呼ばれているわ。ワンピースでいうところの四皇みたいな感じね。違うぜ。さて最後に話すのは利益団体圧力団体だぜ。国や政治家に働きかけて、自身の要求を通そうとする経営者団体労働者団体のことを利益団体というぜ。例えば、最近よく出てくるのは日本医師会とかだぜ。あとは日本経済団体連合経団連とかもそうだぜ。あの人たち利益団体だったのね。何してんだろってずっと思ってたわ。ということで今回はここまでだぜ。内容をまとめるとフローズンヨーグルトの配備は的確だったってことね。私が話した4分間は一体？マスコミとかって、マスゴミとかって呼ばれてるけどなんであの人たちあんなに嫌われてんだろう。マスコミってさ、真実をそのまま伝えてるってわけではなくて、情報を切り取りして、
自分たちだったり、一部の人に都合の良い情報発信をしてたりするのぜ。まあ、もっとひどい時は元の情報自体が全くのでっち上げってこともあるぜ。こういうのを研究するのがジャーナリズムって分野なんだけど、気になる人は調べてみてほしいのぜ。っていうことで、ご視聴ありがとうございました。アディオス。なんでみんな会見後不満そうな顔してたんだろう。ああそうか、フローズンヨーグルトじゃなくて普通のヨーグルトを国民は求めていたのか。じゃあイチゴヨーグルトを日本海沿岸に配備しよう。よし、地球4億3000万個のイチゴヨーグルトを用意させよう。これで日本の国防は安心だ。